エドマンド・ブルーンドン、エドマンド・チャールズ・ブランデンは、第一次世界大戦の従軍体験を題材にした、市で知られる、イギリスの詩人、文芸評論家。ロンドンに生まれたブランデンは、4歳の時に教師をしていた父の転勤で、ケント州のヨールディング村に転居、当地で12歳までの幼少期を過ごしている。1909年、ブランデンは、400年の伝統を誇る。 パブリックスクール、クライスツホスピタル校に入学、古典を専攻したブランデンは、ラテン語を学ぶ日々を過ごす一方で、クリケットやラグビーにも、熱中、文武両道というにふさわしい学生生活を送っていたという。第一次世界大戦勃発の翌年にあたる1 9十五年、クライスツホスピタル校を卒業したブランデンは、オックスフォード大学クイーンズコレッジの奨学金を獲得後、 ロイヤルサセックス連隊に志願、イープルの戦いやソンムの戦いなどに従軍し、その勲行により、ミリタリークロスを受賞している。ブランデンの戦争体験は、数々の戦争史という形で、文学的に結実し、特に1928年に発表された3文、三軍、対戦ビーンは、ブランデンの従軍体験を題材にした作品で、最も世に知られたものとなっている。 彼の戦争史は、ジーグフリード・サスウンや、ウィリフレット・オーエンのそれとは異なり、戦場の生々しい描写というよりは、戦場の風景を描いた作品が多いのが特徴と、言えよう。対戦終結後、ブランデンは、大学に復学、対戦中に結婚した妻との新婚生活に、この頃知り合った詩人ジーグフリード・サスウンや、ロバート・グレーブズらとの交友などブランデンは、 多忙な日々を過ごす。やがて詩人としての才能も認められるようになり、かつ結婚生活を維持していくための経済的、必要性に迫られたブランデンは、大学を中退、文芸誌の編集に携わるようになる。1922年に放送音伝賞を受賞。1924年には来日して、東京帝国大学で3年間にわたって、英文学を講じており、 中野義夫らがブランデンの訓等を受けた。南条範りの小説、初恋に恋した女よさの秋子の冒頭部分には、南条と文学部の友人とその先生にあたる、ブランデンの三人で、本郷からお茶の水まで歩く場面がある。東京大学ラグビー部の部下アップ、アップの作詞者はブランデンである。ブランデンと日本との絆は深く、 戦後にも1947年から1950年にかけて日本に滞在、仙台文学館、松島の新都山、倉敷、広島などにブランデンの花碑が建てられているほか、近年では対日中に知り合った日本人女性、林明との関係にも光が当てられつつある。1931年、ブランデンはオックスフォード大学のマートンコレッジのフェローに就任。 1944年まで在任。1967年から翌年までは、香港で英文学を講じ、その後は、オックスフォード大学の私学教授を務めた。ありがとうございます。